心地よい感覚人間には食欲性欲睡眠欲という本能的欲求が備わっていますこれらの欲求が正しく働かないとすればどうなると思いますか食欲食べるのは嫌だ食物を口にするとまずいえぐい吐きそうになる性欲したくない異性の体に触れるのも嫌 睡眠よく眠りたくない。寝ると疲れる。地獄のような苦しみが待っているさてどうなるまた食べないといけない理由肉体が滅んでしまうので食べるとかその必要性を思考分析しながら食べる人がいるでしょうかあるいは子孫を残すため人類の繁栄には性行為が必要なのだとか眠らないと死んでしまうので。 全く違いますね腹が減るから食べたくなるし体からする眠いから眠るのですこれらは自然に起こる欲求であり全てに心地よいという報酬が伴いますおいしいいい眠りに至っては意識がなくなるぐらい気持ちいいですねこの心地よさがあるからこそ人間は生きそして家族と暮らす 社会の構成員として楽しみ喜ぶといった感情を持つことができるのです。しかし、心地よさには、自制と管理が必要です。なくてもいけませんが、過ぎても問題です。これらの欲望を、本能に対して、後天的にコントロールする技術は、どこから生まれたのでしょうか。近年の研究では 類人猿以上の霊長目が笑うということが知られるようになりましたチンパンジーの社会では小猿たちに混ざって大人猿も遊ぶことがよくあるしかし大人猿は体力能力ともに小猿より勝っていますそこで大人猿は小猿レベルまで自生をしてつまり意識も体力もセーブして遊ぶのですそしてよく笑う 猿も人間も義務的に生きるだけでは喜びは限られています。その点、遊びは楽しい。笑うことは心地いい。人類は進化の過程で言葉を作り出し、他人とのコミュニケーション能力を高めました。遊びや笑いに関しても、一層容易になったのでした。人類は心地よい感覚の拡大とともに、 意識をコントロールして他人と合わせその結果相手を理解することを発見したのです一方で言語は悲しみや苦悩も表出します心も持つ動物である人間には感情があり伝達手段としての言語は偉大です胸中の辛い思いを理解してくれる人が見つかれば人は ホッととするることができる第6章「孤独が孤独参章」しかし重度の悩み自力で解決できない苦しみには打力つまり誰か何かにすがるしかありません有史以来洋の東西を問わずいずれの時代も信仰宗教が存在し神仏を崇拝してきました中でも精神収容としての宗教的儀礼には 覚醒をもたららすすドラッグがが用いられることがありますシャーマンの必需品であった大麻や幻覚キノコの覚醒成分も紀元前から使われています中国古典の医学書「漢の本造形」ギリシャの歴史家ヘロドトスの書いた「歴史」の中にも大麻が登場します。また戦術の世界の杜氏が歴史的に見ると上記憶が多い理由の一つには。 苦ししさととののによる覚醒を期待したのが始ままりとも言われています。絶対的存在大いなる力非日常厳局した用法がそこにあるそれが容易日常的頻繁に使うとどうなるかとても危険ですね絶対的存在に対する癒不の念を抱かせることによって使用が制限される そうう。ででななけければいけなかったのでしょう遊びや笑いの「会」の感覚苦しみが解かれる時の「会」の感覚共に心地よさというシルエットが体を解放します。